はい、前回の動画の続きで、私がうつ病発症前と回復後で、やめたこと、始めたこと、変わったことをお話していきます。回復フェーズにあたって、始めたことの続きなんですけども、2つとも一緒の項目として案内していいと思うんだけど、産業日記を始めました。これ本当に先日始めたばかりで、寝る前にその日あった良かったことを思い出すってことがすごく精神衛生に良いらしいです。ある種の勉強法で、寝る前に暗記系の勉強をしてあげて、寝て朝起きて復習してあげるとすごく定着が良い。なんでかっていうと、寝ている間に記憶の整理がされるので、寝る前に記憶系の勉強してあげるとすごく定着率が良いっていうことですよね。で、それと同じようなことだと思うんですけど、夜寝る前にその日あった嫌だったこととか反省点とかっていうところを考えてしまうと、それが脳裏にこびりついてしまって、どっちかっていうとネガティブなイベントばかりにフォーカスしてしまうようなマインドになっていってしまうらしいんですよね。なので気を書いてます。これね、 YouTube で有名どころメンタリスト DAIGO さんとか、精神科医の樺沢紫苑先生とかもおっしゃってますけど、ポジティブ産業日記ですよね。その日あった良かったこと3つでいいので、日記に書いて、寝る前にですね、寝る前に日記を書いて寝ると。DAIGO さんがおっしゃってたのは、いいことばっかりじゃ不足さいから、いいこと7割、悪かったこと3割ぐらいでもいいんじゃないかっていうお話はされてました。どっちでもいいとは思うんですけどね。その日あった自分では本当は悪かったと思ってるのに、それを無理やり良かったって書くのもなんか違う気がするので、本当に正直に自分がその日良かったなって思うことを書いてあげた方がいいと思うんですよね。精神疾患を患っちゃった人って、そんな良かったことなんか一つもないよっていうマインドになっちゃう人もいるとは思うんだけど、本当に小さいことでいいんですよね。今日はよく寝られたとか、ちょっと汚い話になっちゃうんですけど、ちゃんとうんちが出たとか、今日電車に乗った時いつもは混んでて座れないんだけど、今日はたまたま前の人が降りて、座ることができたとか、そんなことでもいいんですよ。僕おすすめなのが日記アプリですね。日記アプリでつけてます。あんまりね、僕いろんなアプリ入れるのあんま好きじゃなくて、メモ帳とか Facebook に日記投稿するの恥ずかしいですけど、自分しか見られない鍵投稿ができるの知ってますかね。そういうので自分のメモ代わりに Facebook に投稿するっていう方法もあるんですけど、ちゃんと鍵かけとくの忘れちゃうっていうリスクもあるし、やっぱり習慣にならないと忘れちゃうんですよね。僕は iPhone 使ってるんですけど、 iPhone だとアプリ検索で日記って打つと、広告を除いてですね、一番上に出てくるのがシンプル日記っていう黒いアイコンで、真ん中に水色の鉛筆が書かれてるようなアイコンですね。シンプル日記って、後でリンク貼っておきますけど、それ使ってます。で、まだ本当に始めたばっかりなんで、そんな大したことは言えないんですけど、これリマインダーついてて、最近夜8時に寝るので、夜の7時45分ぐらいにそろそろ日記書いてくださいねっていう通知が出るような設定ができるんですよね。そういう風にリマインドしてくれるので、すごく続けやすいかなと思います。さっきも言ったけど、産業でいいんで続けられると思います。で、意外に書いてみると3つ以外にも今日いいことあったなと思って、大体5つぐらい書いちゃうんで、それはそれでいいことかなと思います。これと類似した事故なんですけど、本当にね、病気になる前より本当に小さいことにすごく幸せだなって思うことが増えましたね。さっきも便の話しましたけど、病院に駆け込んだ直後、慣れない薬を飲んで、薬の副作用で普段ならない便秘とかになっちゃったりして、本当にね、便が硬くてすごい辛い思いをしたんだけど、今は体の薬に慣れてそんなことなくなったんで、普通に便が出るのを本当に幸せだなと思うし、僕のうつ病の症状であった頭痛もほとんどなくなってきたので、痛みがないってこんなに幸せなんだなって思いますし、病気になって初めて分かる幸せというのかな、これもね、理学で習ったことなんで、あんまり言っちゃいけないのかもしれないですけど、普段病気などを含めて突然自分に降りかかってきた不幸だからしんどいわけですよね。だけどそれが治ってきた、回復してきたとかで、今自分本当に健康に戻ってると思うんで、体の不具合がないっていうこと、マイナスな面がないっていうことは、ある種プラスのものを持ってるのと一緒なわけですよね。っていう意味わかるかな。マイナスがない、つまり2からマイナス1を引いてあげるとマイナスの引き算になるからプラスになる。中学校の数学で習うじゃないですか。借金がないっていうことはプラスだよ。例えばあなたが20万借金した時に、私は肩代わりしますよっていうお約束クーポンみたいなのを持ってたら、それって20万持ってるのと同じことじゃないですか。
だから今病気じゃない、今ちゃんとうんちが出るとか当たり前なんだけど、そのマイナスがないっていうことは実はプラスであるということなんですよね。だから僕がね病気になったからこそ分かる幸せもたくさんあるんだけど、これを見てる方で大きな病気されたことない方はなかなか伝わりにくいのかもしれないんだけど、そういった意味ですごく小さな幸せを感じますね。こういう植物とか日々成長してるの分かるんですよ。ちゃんと自分が水あげてるから元気なんだなって、そんなつまんないことでもやっぱり幸せですし、やめたこと、始めたこと、変えたことですね。どれも似たような意味なんで、タイトル気にせず話聞いてほしいんですけど、食器洗いの頻度を落としました。見た目上やっぱり食後必ず食器を洗ってあげた方がいいし、食べた後にすぐ洗ってあげた方が、まあ食器は清潔に保たれるんだけど、数時間放置したところで子供とかいればね、なんかこう変なバイ菌とかお口に入らないかなって気になっちゃうから、毎度洗ってあげた方がいいと思うんですけど、一人暮らしなんで食べるの自分だけだし、食器の洗い方不十分であっても食べておかしくなるの自分だし、食器の洗い方が下手くそだから食中毒になるってこともなかなかないでしょうし、これ日々のタスクね、ハードルを下げるってやつですよね。夜8時に寝て朝早朝目が覚めるんですよね。その日によるんですけど、3時だったり4時だったり5時だったりに起きるんですよ。一応ねアラーム6時半に起きてるんですけど、大体僕がアラームのことを起こしてあげてるんですけど、でなので本当にね夜7時8時ぐらいになるとだんだん眠くなってきちゃうんですよね。仕事6時に終わって帰ってきて、スーパーで買い物してご飯食べてお風呂入ってってやるともう8時なわけですよ。もう眠くたくてしょうがないんで、夕食に使った食器とかは洗わないで寝ちゃうんですよ。で朝朝食に使った食器を洗ったりするタイミングで一緒にね夕食で使った食器も洗ったりとかしながら、その日のお弁当の準備とかをしてますね。ある種の完璧主義を発揮して毎回洗わなきゃってなると、多分その分睡眠時間減っちゃうんで、食洗機ある家庭とかだと意外と普通だと思うんですよね。水道管もったいないから食洗機の中がいっぱいになるまで溜めといて、そのタイミングで洗うみたいな使い方されてる、あんまりわかんないですけどね、どういう使い方が一般的かわかんないんですけど、僕が昔海外にいた時ホームステイしてた家庭なんかはやっぱり 水道代もったいないからお皿をいっぱい用意しておいて、食洗機の中がいっぱいになった段階で洗ってあげるみたいな使い方してたんで、やっぱりそれまではなんか汚れたままで放置されてるわけじゃないですか。それと一緒で僕は1日1回しか洗わないから、夕食で使った食器は貯めるみたいなルールにしてるんですよね。僕自身はね家族いないんで そのルールに反対する人いないんで、そういう風にして日々のタスクのハードルを下げる工夫をしています。掃除については自分が気が向いた時にしかやらない。見た目の通り割と潔癖っちゃ潔癖な方だと思うんですよね、男性の中では。なんでまあ割と綺麗にはしているつもりです。ただ結構完璧主義が発揮されちゃってる時は毎日掃除機かけたりしないと気が済まないみたいな時もあったんですけど、それをやっちゃうとやっぱりどんどん何々せねばならないっていうものにがんじがらみになっていくので、気になったタイミング、僕今平日働いてるので週末は必ず掃除しようってなっちゃうとまとめて掃除になるので腰がすごく重くなっちゃうんですよね。そうじゃなくて平日とかでも落ちてる毛が気になったからここだけ掃除機かけようとか、そういうことでいいんですよね。気がついたタイミングで掃除をしてあげる、その方が常に割と清潔に保たれるんじゃないかなと。一気にやろうとするからね、結構しんどいんだなって気がついたので、あここ汚れてるなって気がついたタイミングでそこだけちょこっと掃除する、みたいな、ように今はしています。まあダラダラすることは必要であると。さっきの動画か一個前の動画で話したところですけど、やっぱり自分の心と体の声をよく聞いてあげなくちゃいけないと。こう休みの日になんかダラダラしてるのってすごく罪悪感ありますよね。時間を無駄にしてるような感じがして、でただ週5日8時間労働するってまあまあ体に負担がかかることなので、やっぱり週末ホッとするとやっぱりいつもよりダラダラしたいって体は思っていたりすると思うんですよね。でまして残業されてるような方であればなおのことじゃないですか。ダラダラしたいなって思うんだったらダラダラしてあげた方がいいと思うんですよね。ダラダラに飽きたら動きたいって多分体も言ってくると思いますし、なのでダラダラすることを自分に許しましたね。あとはまあ皆さんお分かりの通り坊主にしました。これ本当に手入れが楽だし、坊主にするって僕学生時代以来だったんで似合うかどうか心配だったんですけど、土田さん似合うね、意外と似合うねって言っていただけることが多いので、まあありがてえなと思って、でなんか僕もすごく気に入ってるのでしばらくこれになるかなと
思ってます。僕がお世話になった美容師さんにご挨拶も できずにね行くのをやめちゃったんで、で僕がね病気してたのをしてるんで、あいつ来なくなったけど自殺でもしたんじゃねえかなって思われてたらどうしようかなと思ってるんで、もしかしたら本当に思ってるかもしれないのね。気が向いたらちょっとお手紙でも書いてみようかな、うん、手入れが楽というのと意外と見た目も気に入ってるっていうところと、これでお金が浮くっていうところですね。一石三鳥みたいな感じですかね。と何度もお話してますけど、今僕夜8時に寝て朝3時か4時か5時ぐらいに起きてるので、昔完全な夜型人間だったんですけど朝型に変わりました。自分のことを夜型人間だと信じてたんですけど、夜寝るべき時に寝て朝起きるってすごく爽快なんですよね。もちろん夜型の方もいらっしゃると思うので万人に効果があるとは思わないですけど、夜型人間だって信じてたのに変えてみたらそっちの方が良かったって、意外とわからないものだなと思って、この度病気を患って本当に睡眠って大事だなと思ってるので、睡眠をね阻害するものはできるだけ排除していきたいなとは思いつつ、夜寝る前のスマホはやめられないっていう感じですけどね。ちょっとね、長くなりましたね。前編後編の動画になっちゃいましたけど、お話したことが全て心と体に効果的だっていうつもりはないですけど、一つでも何か参考になったですとか、自分も取り入れたら良さそうだなっていうものが見つかったんであれば幸いです。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。